見て、マジ色ないんですよ。だからメイクでなんとかこう色をつけないと本当に具合悪い人みたいななんか学生時代はすごく重宝したんですけど、保健室行くのに具合悪そうだね。そう、唇とか色ないんですよね、マジでやばいよね、ブスすぎ。はい、お疲れ様です。透明感ないだろ死にそうなだけだよ死にそうなだけチョコレートでも眠れない、カフェインが強くて目を閉じて1時間覚醒中、チョコレートでも眠れない。今日のリカちゃんバブだから血色がないんです。ちょっと今一瞬待ってください、すぐ直すので本当にすみません、こんな集大を晒してしまう。明日からまたロケに行かなきゃいけなくて、最近飛び回ってるんですけど、ロケに行ってきてこなきゃいけなくて、それでちょっとマジで色ないね、ちょっと本当にやばい、うっさ、間に合わないとなって急いでつけたんだよね。あ、ちょっと元気そうちょっと元気そうじゃない、もうこれだけで全然違う。やっぱ化粧してたら元気そうに見える。あ、元気そう元気そう、ほらほら、急に元気に、急に元気になりましたどうですか。あ、もうこれで何のあれもなく変わるでしょ、すごく。ほら、もうまるで元気な人まるで元気な人まるで元気になりましたね。眉毛も消え消えだし、なんか前髪切りすぎてる感じがしてきたかも。そんなことない、切りすぎてない、そんなことない。あ、元気になった元気になったでしょ、どう、当たった、日曜日おめでとう。クラクラ公演楽しみだね、めっちゃリハやってるよ今日はね。コンビニ寄ってから行こうと思って、コンビニで公共料金の支払いしなきゃと思って公共料金支払いに行ったらゆきちゃんゆきちゃんがいて、3期生のね、ゆきちゃん
確保して一緒にスタバ行こうっつってスタバに一緒に行きました。かわいい、ちっちゃくて。でもさ、あんなのがさ、あんなのって言っちゃってすいませんけど、あの会社のさ、うわ後輩とかにさ、好きな人のね、彼氏とかの急に入ってきたらもう終わりなんだけど、可愛くて。リカちゃんの公共料金払ってくれ、頼む。ちょっと今すごい大変なことになってるから、ちょっと待ってね。何これ、どうなってんの。お前ら仲良くしろよ。あ、今コードに今言ってるんですけどコードがすごい絡まって喧嘩しちゃってるから、アイロン同士のコード絡まるのはあるあるじゃない。もうやめてほしい。この間コードに殺されかけてんだから、私命を奪われかけたんですから。ちょっと聞いてください皆さん。もう私もう本当厄年なのかなって思うぐらいあれなんですけど、いいですか、一個衝撃のこと言って。なんか弟が結婚するらしくてちょっと何やばいよね。おめでとう、だる、おめでとうもう複雑な心境をこう分かってください。私の、分かりますこの気持ち。いや、おめでとうなんですよ、めちゃくちゃ。私の3つ下ねえ、何、なんか謎の焦りと、弟がこう取られるじゃない、なんか その感じと、なんか別にいいんですけどね、なんかいいんですけどっていう気持ちの混在。私一回携帯置いたもん、結婚しようと思ってるって生きとって携帯を置いてちょっと距離取ってこう考えたわけさ。なんか、え、待って、結婚って何と思ってえ、そう、え、ちょっと待ってみたいなの準備とかさあるじゃん、誰にだって、わかる。でやっぱりその私より先なんだっていうその感じもあってはあ、あ、そうみたいな私よりさ、そっかって深呼吸して、結婚しようと思ってるんだよねって弟から LINE 来て、なんかねちょっとだからその、いや、いいよ別に、いいの、全然いいの、おめでとう、だるみたいなえ、弟さん、お相手は芸能人にと、お相手、
お相手はちょっとあれですけど、プライバシーがあるので。うちの弟は鈴木福くんに似てます。鈴木福くんにちっちゃい時からずっと似てて、で身長が高い。そう、めっちゃ似てる、ずっと思ってた。福くんや。だから福くんのこと他人と思えなくて、福くんとか言って全然面識ないんですけど他人とは思えないんですよね、謎に。え、そうそう、で性格もさ、なんか温厚、温厚中の温厚みたいな、超優しい。姉にアイス買ってきてって言われても有無を言わず、こう有無を言わさず、私はこう言うことを聞かせてるんですけど、でもなんか 何がいいって聞いてくれるような人です。何食べたいんって、うん、富山弁なんで聞いてくれるような人なんですけど、え、だから結婚するんだみたいなちょっとなんかすいませんね、化粧直しながらで申し訳ないんですけど、できた弟だよ。頭もいいし、私の多分頭脳は全て弟に取られたんで、学年で1位とか2位とか取ってたんです。ちょっとめちゃくちゃ頭良くて、高校でね、めちゃくちゃ頭いいんですよ。その点姉はもう実習をサボりバイトしかしてない日々だったんで、頭が上がらないです。すごいよね、姉も十分。まあでも私の弟に変わりはないので、いいんですけど別に。そのお相手の方もう私お会いしたことあるんですけど、なんかお会いしたことあるんですよ。ただ私も向こうもすごく気まずそうにしてた印象しかなくて、マジでそうなの。だからもうねえ、どうしたらいい？どうしたらいい？いや、そうね、結婚式はあげるのであれば出たいですけどね。てか出ないとダメでしょ。さすがに。職業柄ご迷惑おかけしてしまうこともあるかもしれませんし。いや、だってね、家族になる、家族ちょっとあの、いや違う違う、私はさ女の子だから、どっちかというとマスオさんみたいにならない限りはこう出ていく立場じゃないですか、結婚したとかしたらね。弟は弟なので
こうお嫁さんをもらうじゃないですか。だからこの何とも言えない疎外感わかる？一応さ、ほらね、なん、そのおじいちゃんとかおばあちゃんにはすごいチヤホヤしていただいて、わりかし甘やかされて育ってるので、なんかわかる、わかるでしょ、わかれいや、みんな結婚したことないからわかんないと思うんですけど、でも女の子ってなんか謎に、ね、っていう今複雑な姉です複雑な姉です。結構ビッグニュースで、私の中ではみんなは知ったことじゃねえと思うかもしれないけど、私へーねえ、言葉にできないよ。飛んできた。でもやっぱさ、NCT って姉とか多くて、その何？だからもう甥っ子姪っ子がそのいる子、上がもう結婚しててみたいな、上のお姉ちゃんとかが結婚しててみたいな子いるんだけど、弟がさ先に行くケース、私くらいじゃないかな。だからこうなんかちょっと未知というか、誰にもこの感覚を分かってもらえない感じなんだよね。でもそれさ、なんかまあ美晴とかにも話聞いたら、やっぱその結婚したらね、連絡取りづらくはなるよねって言ってて、そうだよねってそうだよね、そうだよねってですよ、私からしたらね、すごくどうしようどうしよう、ちょっともう分かんないや、ごめんね、こんなみんなにはどうでもいい話をしてしまって申し訳ない。私の中では結構大事だったんです。だから中身のない放心状態みたいな、昨日 LINE 来たの、なんか昨日からずっとなんかもう意味もなくこう時止まるんだよねわかる？いいよ、なんかさ、いや近いとは思ってたよ、さすがにもう近いと思ってたけど、いざこう、いざとなると、ねだからいや衝撃だよね、衝撃が走りました、私の中でも。すごい、結婚かするよね、そりゃ。
私の3つ下だよ。だからサーヤとかと同い年だよね、じゃない？日向で2つ下で、だから3、もう1個下だと誰になるんだ、 N で言うと。誰になるんだろう。黒髪に、あ、ありがとうございます、嬉しい。ごめんね、たまに空気抜けちゃうの、ごめんごめん。あ、みゆとか、みゆとかかねえ、想像できないもんだって、メンバーで言うと。私なんてまだ、私なんてまだアイドルなのにねえ、どうすんの。でも確かに私と同い年の子とかも2人目産んでたりするから、地元で言うと、あ、そうそう、2000年生まれ、何ベイビーだっけ、なんとかベイビーだよね、プレミアムベイビー、ミレニアムベイビーみたいな。あるよね、なんか。あれ違ったっけ？ミレニアムベイビーみたいな。2000年はそうなのよ。タグよ、どうなってんだ声でかクソでかボイス、どうなってんだタグ。いや、いいんだよ、嬉しいことだし、別に私とか別に何とも思ってないし、別におめでとうって、ただそれだけ、本当に。そう、おめでたいことだからこれは。うん、そうなんだよね、おめでたいんだよ、たいはない、おめでとう。目決まってる。あれ、なんか忘れてたけど、みんなとかって結構とかしないの。みんなとかって結婚しないの？私だけ傷つくなんて許さないから道連れだから。みんなも結婚まだだよね、そうだよね道連れだから一緒にずっと地獄にいようね
でも別にほら結婚とかだけがゴールじゃないしね。だからその一概にそれが全てとは言わないじゃないですか。そうそう、だから別にいいよね別にいいよね、悪いことじゃないし。震え声別に悪いことじゃないしね。そうだよね。結婚ってなんだみんな急に IQ2 ぐらいになってるよ。大丈夫、大丈夫そう。はあ、そう、なんかだからすごくなんて言うんですかね、絶妙なこう気持ちなんですよ。絶妙な、好きな人と結婚をしてみたい気持ちはある。でもなんかさ、アイドルの後遺症じゃないけどさ、なんかもうできない気がするんだけど、なんかその良くないことだみたいな後遺症なんだけど、ほぼトラウマに近い。なんか温度勝手に高くなってんだけど、やめて、温度高くない。トラウマですよもはや。良くないことではないけどね、確かにね、そうだよね。ボサボサじゃなくなった。なんとか脱却した、ボサボサから。
なんかでもやっぱり最終的にはって魅力的だなって財力って魅力的ですよね。やっぱり何もできないもんだって、お金なかったら。と思っちゃった急に。なんか引っ越したことそう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 なのよ結局ね。財力欲しい。なんかこれを言うとすごくなんだろう、嫌われるというか昔もこれで叩かれたことあるんですけど、なんかなんでそうかっていうと、なんか自分がさ好きな人よりも稼いでるのが申し訳なく思ってしまう人なの多分え、わかる？言いたいことだし、なんかやっぱこう立ててあげなきゃって思うじゃん。そしたらさこう身長も収入も私より少しあるそういった人がいいなってそう、そうなんかわかります？私の言いたいこと。なんか結局はさ家庭をさ持つのであれば、そのなんて言うんですか、守らなきゃとかそういう風に考えると思うんですよ男性側はね。そういうケースは多いと思います。相手が男性の性格次第では、え、でしょ？なんかそう、わかんない、わかんないよ。そう、みんながみんなそうとは思わないけど、なんかまあ一応そのプライドみたいなものってあるじゃん多分男性側にも。だから身長も収入も私よりある人がいいだからじゃないと私がこうなんか申し訳なくなっちゃうから、申し訳なくなっちゃうんですよ。なんかいたたまれないこのなんかそういう性格だなって私は思う。うん、なんかどうせ俺なんかとか言われたらどうしたらいいか分からなくなるから、なんかねっちょっと待ってね。あ、コメント見えなくなった。はい、こっちの方が広く見えるのでこっちにします。
世の男たち。多分試合的には過渡期っていうのこれ、男のプライドのあり方。なんかだからといってさ、なんかこう、これも言ったら叩かれるかもしれないけど、なんかこの男性側がお金を全部出すのが当たり前とは思わないでほしくて、かといってなんかその何絶妙な、これもう LINE なんですけど、今日は俺が出すよみたいな日があったっていい。日があったっていいけど、でもなんかその何なんか全部自分がやりますみたいな感じではいないでほしい。私はそういうの嫌いだから。分かりすぎる。これが伝わる人って、そう、伝わってくれたら嬉しい。なんか叩かれるかもしれないけど、お互い気を使わないで済むのがいいよ。それが一番理想だけどさ、でもなんか気を使わなさすぎるのは違うと思っちゃうんですよね。わかる？なんか完全にその依存しきった関係でも嫌だし、なんか慣れ合ってる関係でも嫌だしみたいな。あくまで人と人ですから。あの家族は血がつながってても、血がつながってない人ですから、そういった時に最低限のことをわきまえるというのは大事なのではないかと私は常思うわけです。だからなんかたまにさ、質問返しとかで彼氏が〇〇してくれませんとか、なんかそれしてもらえるって当たり前に思ってるのも違うし、してあげようっていう姿勢を見せないのも違うしって思っちゃうわけ。ねえ、めちゃくちゃわかる。だからそういうの見て私イライラしちゃう。なんか人と人だよねって最終的にその立ち返ると、結局はさ、なんかやってもらえるのが当たり前と思ってんなよとも思うし、やらない、当たり前にやらない姿勢を見せてるのも良くないなと思うし、少しでもこうやってあげようという気持ちを見せる、でやってもらったからにはありがとうという気持ちを見せる、これが人と人との関わり。いやだからなんかそのありがとうとかごめんねとか、そういうのをちゃんとこう女の子は言えないとダメだと思うし、なんかそこをなんかまあ私たちの関係だからとか言って割り切ってこうなくなっちゃうのは違う。よね。
ていう気持ちだよ。私のこの物差し今合ってるかわからないんですなぜなら私世に出てないから今あのすごい厳重にこう大切にされてる立場なんでわかんないんですけど合ってますよねこれ。さすがに25歳なんで捨て具代は世間とこう合わせていかないとでもあまりにもそのなんかやってもらって当たり前みたいな気持ちでいる子たちが多いなって申し訳ないとかって思わないのかな。でももうなんか付き合ってるから一緒みたいになっちゃうのかな。分かんないね分かんないよね。みんなも分かんないよねどうせでもなんかそういうなんかやつなんか相談みたいなの見るたびにてか私に言ってくんなよがまず先に来るんだけどね。私にする相談かなっていう相違そういうタイプに出会わなかった運が良かったのかもしれん。え、そうだ。でも人は鏡ですから多分優しいから優しい人に会えたんだと思うよ。そうやってちゃんと、ルイは友を呼びますし、周りの人のレベルが自分のレベルですからね。どんな関係でも礼節はね、そうだね。リカさんに何か聞いてほしかったのですきっと。あ、でも全然そういうのはマジでウェルカムなんですけど、聞いてくださいって。なんか裏を返せばのろけやないかって思うんだけどなんかそんなことで切れるかっていうことで怒ってたりするから女の子たちがね。っていう気持ちだったの。姉さんは至極真面目で誠実な人よ。姉さんついに姉さんって呼ばれてる私うちの姉さんマリナだけかと思ってた。うちの姉さんはマリナだけかと思ってた私もついに来たか、そのターンが。全然やだわリカ姫って呼んでください。ほんのりショック、いやショックでしょ、すごいやだよ私すごい嫌な気持ちになったなんか年取ったなってこう思っちゃうから。ごめんなさい、もう呼ばない。マリナは属性末っ子だし。え、そう？めちゃくちゃ面倒見いいと思うけど私。いい意味でも姉さんって呼んでるから私はね。ただ最近バテるの
早くなってきてるから、うちらも年だねっつってうん、考え方が大人って生きて、え、なんかなんて言ったらいいんだろう、マイナはね、面倒見すごくいいし、多分本当はこうみんなに甘えたり、属性は本当末っ子なんだと思うの。だけどやっぱり一番年上だから、年上っぽくあろうって頑張ってるのがすごく伝わってくる。うん、そこを組みたいと私は思ってる。一応優しさ、私のだから私はもう本当に冗談抜きに面倒見はいいと思ってて、うん、すごいなんか優しいしね。あの子は真面目だからね。でもさ、真面目ってさ、すごい嫌なレッテルだと思うんですよ、私。私はそのレッテル貼られたことないから自由気ままに生きてこられたけど、なんか真面目で何でも一生懸命こなしてっていう、この他人からのフィルターがあるとやっぱり生きづらいんだろうなって傍から見てて思うわけ。いや、あなたの大概まで本質はね、すごくそう言われることが多いけど、でも意外と真面目だよねみたいな感じじゃん。で、まあこの対世の中としては私のことは真面目とは全く思われてないわけショールーム見てる人とか私に深く関わりを持ってくれてる人たちはすごく周りの人たちとかね、真面目だよねって言ってくれるけど、でもやっぱり私のことをじゃあ一言で表した時に真面目ですかって言われたらそうじゃないじゃん。やっぱイメージもこう先行するし、リカ様は大変紳士でいらっしゃいますのに私でもなんかそれをなんかその近しい人ほどよく言われるんですけど、そうあろうとは思ってないです、全く。なんか人としてちゃんと しようとは思ってますけど何になってたらいいの、なんか人の道を踏み外したくはなくて、そう、ただこうギリギリでは生きていきたい気持ちはあるから、その刺激が欲しいといった意味ではね。でもそう、でも初対面の人とかからやっぱりね、なんかどっちかっていうと私のイメージって真面目ではないと思うんですけど、なんか破天荒まではいかないけど、そういうなんか表す言葉があればいいのにね。小悪魔キャラ、え、違うよ小悪魔キャラではないよ、大魔王だよちなみにちなみに性格は悪いでやっていきたいよ、私は。その方が楽だし。
大魔王です。私は大魔王です。月並みですが自由人とか、え、もうそれが楽かもしれない、私の中で。生きたいように生きてるだけなので。悪い方が楽なの分かりすぎる、だから絶対真面目って思われたくないんですよね、対外的にはね。もうここはバレてるかもしれないけど、私が意外と真面目なの。自分のことを好きな人にだけ好きになってもらいたいよね、後悔。え、そう。でも私さ、あれですよ、なんか人に対して媚びへつらうことは全くできないので、なんかもっとそうすればうまくいくのにみたいな時って5万とあるけど、やっぱりできないので、なんか逆に知りたい、上手にできる人の生き方を。どうやったらそんなにニコニコできる人に、なんかそういう、なんかさ、できないんだよね。だってこいつ無能だよって、こんなやつにニコニコする必要あるみたいな人にさ、ニコニコできる人いるじゃん。あれさ、すごいなと思って。私はもうほんと能力があるかないか、働けるか働けないか、仕事ができるかできないかで判断するから。仕事ができる人って信用できるじゃないですか、やっぱり結果を残してるから。で、自分が割と何でもできるからイライラしちゃうんですよね、やっぱ人に対して。しちゃうと、え、イライラしちゃうの。もう良くないんだけどね、本当は。イライラしちゃうんです。無理なのよ。え、なんでこんな無能にみんなニコニコできんのって思っちゃう。良くないんだね。リカちゃんが仕事できるか。え、もうそう、私は割とその、そつなく、何でもこなしてるだけなんだけど、なんかだからこそ、あ、こいつ頭悪いって思ったら一生イライラしちゃうから。やっぱね、私頭いい人が好きなんだと思います。普通に私はなんか頭良くないんだけど、勘だけはいいので、こうしたらいいんだろうなとか、この人は多分これを求めてるんだろうなっていうのはやっぱりその分かっちゃうんですよ。打てば響く人が好き。え、でも本当にそれかもしれない。頭の回転がいい人が好き。すっごいか、なすごい、わかるかな。波長が合わない人は一緒、あまりにも分かりすぎて誤字した。え、でもさ、頭の回転早い人がいいよね。わかるわかる。あの、これもすごい持論で一生言ってるんだけど、バカなふりできるのって頭いい人なんですよ、やっぱり。お化け
キャラで笑い取れるのって頭いい人なんですよ。勘がいい人、地頭がいい人。ガチで頭悪い人って頭よいい子ぶるから、そのなんか なんて言うんだろう、余計に空回るというか。頭の回転が速いと会話も面白い。いや、うん、ほんとそうよね。そうそうそう、ほんとにそう。ほんまに頭悪い人は、だからそういう人ってさ仕事できないじゃん。イライラしちゃうわけ。私ってばイライラしちゃうわけ。頭いい人は頭の回転速く、うん、ストレート。その学力とかっていう問題ではなく、これはなんて言ったら、世渡り力というかが、なんかなんて言ったらいいんだろう、難しいけどね、伝わらないよね。とにかく私は INTP のINTP なんですよ。もう INTV の T だっけ、これすごいんですよ、マジで変わり者。INTP の説明欄読んでほしい。それ私だから。INTPT 同じで嬉しい。あ、同じなんですか。え、世界に 3% しかいないらしいですよ。やばいですよね。INTP 16パーソナル診断。え、これ一回みんなにもやってほしい。やってくれたことあるよね。私ショールームで何回か言ったことあるから。 INTP の T はね、この一回ちょっと調べてほしいんだけど、論理学者なんですよ。論理学者、これめっちゃ当たってるんだよな、すごいわかる。でもね、最悪だよ、聞いてて聞いてて、主機能の一つに論理型特質を持ち、感情的な訴えは一切理解できない傾向があるため、論理学者型の人たちに対しては最低限の情緒的サポートも望めません。だから涙ながらに訴えられても、へー、そうですか、お前が悪いよねってなっちゃうわけ。でも根本的な問題解決方法として論理的な提案を並べることが非常に多く、道理型の仲間から疎まれることもあります。だから自分の中での善悪とか 100%0% がはっきりしてて、もうなんか悪いことした人に涙ながらに訴えられて、私もそんなつもりじゃなかったんですって言われても、はい、そうですか、でもあなたが悪いですよねってなっちゃうわけ。ひどいよね、ひどくない？こうした見方はほぼ全ての社交的な集まりや目標までに及び、夕食を計画する際や結婚する時などにも独創性や効率のいい結果を非常に重視します。その通りで草。
き言ってたじゃん私、財力っていいよね金で言うと何もできないっつって効率中で草いや効率中なんですよ。論理学者型の人たちにとって大きな壁となっているのは絶えずつきまとう失敗に対する恐怖心です。これは本当にそうだってさ、私講演間違えた時とかマジでへこんでるでしょ。自分の思考や理論に決定的な欠落がないかを心配して見直すあまりに立ち往生し、自分の考えが正確に当てはまることは決してないのだという実体のない世界の中に迷い込んでしまいますで結局考えてもわかんねえなっつってなっちゃうのよ私がどうこう考えたところで周りは治ってくれねえだろうなっつってこうした自信喪失を克服することが論理学者型の人たちが直面する最大の課題ですが、論理学者型の人たちには大なり小なり知性という才能があります。この知性を生かして戦う価値を見出した時、世の中に貢献します私の知識が役立つ、これは戦えるって思ったらやっと世の中に貢献できるっていういやこれ本当にこれなんだよね、マジで。もうこうやってうなずくもん私まさにこれ、私の性格知りたかったらこれ読んでください。マジこれだから。果てしない無双の中をさまよっているように見えるかもしれませんが、その思考のプロセスは途切れることなく、頭の中では目覚めた瞬間からアイディアが飛び交っています。こうして絶えず考えながら頭の中で本格的な議論を展開していることもよくあるため、そう、何人かいるのよ。で、物思いにふきり、孤立しているように見えることもありますが、顔見知りの人や同じ関心を持つ人々と一緒にいるときは心底リラックスしフレンドリーになります。ここのことですね。しかし見知らぬ人々に囲まれるととてつもなく臆病になり、自分の論理的な結論や理論が批判されていると見て取ると、友好的な物腰がたちまち闘争的な態度へと一変しますマジでこれもう無理なのよ、考え方が合わないと思ったもん。無理なのよ、敵あ、こいつは合わねえと思ったらもう敵なのよ、当たり強くなっちゃって。だからもうこの同じ関心を持つ人々と一緒にいるとき心底リラックスしフレンドリーになりますのは、ここのことでしょ。見知らぬ人々に囲まれるととてつもなく臆病になり、自分の論理的な結論や理論が批判されていると見て取ると友好的な物腰があったから、これはバラエティのこと言ってんのよ。バラエティのところに行くと私はそうなるの、ずっと常にこう戦闘態勢いや本当にそうなの。また他人が論理学者型の人たちに対して自分の思考プロセスを主観と感情を交えながら説明する際は、その逆もありえます。非常に複雑で規則正しいゼンマイ仕掛けを想像してみてください。あらゆる可能な事実やアイデアをかき集めて、それをおびただしい量の独創的な論法で処理し、可能な限り最も理にかなった結論に帰す。これが論理学者型の人たちの頭の中で起こっているのです。だからその歯車が一個でも崩れたら、あ、もうダメ、無理あ、もういい、帰る、寝るってなるわけこのゼンマイ仕掛けを感情という破壊的なスパナでいじくられるのは我慢ならないのですだから一生懸命こう組み立てて組み立てて、こう自分の中でゼンマイ仕掛けを作ってるわけよ。もう絶対これが一番効率いいだろうっていうのを、こうやっと噛み合ったなっていうのを頭の中で一生こうやってるわけだけど、それをなんか他人の感情とかでガシャーンってやられたら、はいもういいです、もういいですもういいです、さよならってそう、だから他人の感情とかがなだれ込んでくるのが一番嫌なの。
わかる。お前のことは知ったこっちゃねえんだよって。私は今一番効率のいいことを提案しましたよねっていう。あなたの主観で見たその感情的な思考で私が緻密に計算したこれを崩さないでほしい。これが私のあの気持ち。論理学者型 INTP 内向直感思考近くの頭かしら。そうだよ、もうほんとその通りなの。私だからこれ読んでください。これが本当に私のことだから。もう本当にもうね、ここがめちゃくちゃわかる。あらゆる可能な事実やアイデアをかき集めて、それをおびただしい量の独創的な論法で処理し、可能な限り最も理にかなった結論に帰す。これが論理学者型の人たち頭の中で起こってる。もう難しいこと書いてるけど、いっぱいこう今までの出来事とかやってきたこと、培ってきたこととかをこうブワーって考えて、あ、これが一番いいって思ってるのを言ってるのに、感情という破壊的スパナでいじくられるのが分かる。でもこの人はこう思ってるじゃんとかって、だからこの人は嫌なんじゃないみたいなことをこう、それを感情的なスパナっていう言い方をこれはしてますけど、うるさい、これが一番いいんだってなるわけ。今誰のあれにも立ってないのよ。私は誰の味方にもなってない。もちろん自分の感情も入れてない。これが最終的には良くなるでしょっていうことを言ってるのに、なんかこの人はこう思ってる、あの人はこう思ってる、だからこうした方がいいって言われたらもうイライラしてくるっていう。じゃあ好きにしたらっていう。うん、こうなるわけよ。めっちゃわかるわ。でもね、超性格悪いから。パターンを好み、発言の矛盾点を指摘することにかけてはほぼ趣味と言ってもかいほどなので。それ間違ってるよねっていうの趣味なんですよ。論理学者型の人に嘘はつかない方がいいでしょう。しかし皮肉にも論理学者型の人たちの言うことは常に鵜呑みにはできません。これは論理学者型の人たちが嘘つきだというわけではなく、完全に確立されていない考えを共有する傾向があるためです。確かに確かに、それはそう。私の中でこれはこうって思ったらもう言っちゃうかもしれない。でもそれはもう信じるか信じないかはあなた次第ですっていうところはありますね。他人を実際の話し相手として見るのではなく、自らのアイデアや論理について自分自身と討論する際の反響板と利用しているので。だからみんな反響板だと思われてるってことで、私はこうだよねって言ったら、こうでもこういうのもあるんじゃないって、こう、はい、帰ってくると思ってるから。これが打てば響く人ですね。頭の回転が速い人が好きってこと。さっき言ってたやつね。いたー。反響マンです、こんばんは。このことから論理学者型の人たちは信用できないように見えるかもしれませんが、実際は論理学者型の人たちほど熱意を持って問題点を指摘して、その問題を取り巻く果てしない要素と詳細にメスを入れながら、ユニークで実行可能な解決策を見出せる人はいないのです。これめっちゃ褒められてる。ほんとそうだよ。ほんとそうだよ。ただ進捗報告が期限通りに届くことは期待できません。日常的な実践活動や維持管理には興味がありませんが、自分が持つ非凡な想像力と潜在能力を発揮できる環境を見つけると、時間やエネルギーを際限なく費やし、実態を見透かした先入観にとらわれない解決策を見出します。だから興味あることにしか、ね、熱心には答えないよってことですよね。興味ないって思ったらあんまりこう好きなことしかしないんだと思う。だから自分が持つ非凡な想像力、潜在能力を発揮できる環境があればめちゃくちゃやるけど、
っていう。あとはもう興味のないことには期限は守らないっていう、そういうことにあんまり興味はないっていう。めっちゃ合ってるわこれ。だってビル・ゲイツと一緒なんだよ私。やばいよね。ビル・ゲイツと同じ思考回路。だからね、こうなんか頭の悪い人が感情に任せてわーって言ってんの見るとイライラしちゃう。姫を理解しやすい文章でした。そうでしょ、これ読んで。私のことが分からなくなったらマジこれだから。でもやっぱり頭のいい人しか周りに置いてない。もともとね、友達もそうだし、なんかあーこの人は多分自分のことしか考えられない人だなと思ったらもうすって距離を置く。無能が嫌いなんです。でも本当にそういう、なんだろう、これに加えて学力とかガチで頭のいい人っていうのは、そういうこう無能ない人たちもちゃんとこう自分の手足のように使えるんだろうなって思って羨ましい。私は学力がないから行動力はあるんですけど、リカちゃんの定義における頭がいい人とはどんな人？だからさっきも書いてあったけど、反響版み、私の考えを感覚で理解してくれる人、私って結構自分の説明したいことを十分に説明してると思うんですよ。なんかその100% その分かりやすいように言葉が足らなくてもそこに補足して分かってくれるように喋ってるというか、なんかこれでもかっていうぐらいちゃんと自分の考えを1から10まで全部伝えてるはずなの。だけどそれをさ、なんかまあ人間だからね、人の考えが理解できない、その言ってることは分かるけどその自分の考えとは違うっていう人と、あなたの言ってることが全く理解ができないっていうのは違うじゃないですか。わかる？私と意見が食い違っていても、私の言ってることはすごくこう内容は理解してるけど自分の考え方とは違うよって言ってくれる人と、ちょっと何言ってるか分かんないっていう人とって全く別物なんです、私の中で。でもちろん共感してくれる人もいるかもしれないけど、
共感する人にしたって、そうだよね、リガちゃんの言う通りだよって言ってくる人と、すごいわかるわ、だってこういう時こうだもんねって返してくれる人だと、私は後者の方が好きなんですよ。だって絶対前者はバカだから私の言ってること肯定しとけばいいって思ってるでしょって思っちゃう。本当だよね、リガちゃんの言う通りだよって言ってる人って、あ、私の言ってること全然分かってくれてないなこれって思っちゃうわけ。うん、みんなはそういう人が多いんだけどここのルームは私のことを応援してる人たちだから、割とそういう人たちの塊というか集まりだと思ってるんですけど、リカちゃんの言う通り、そうだそうだみたいな言っとけばいいみたいな思ってる人たちね、それ理解してないんですよ私のこと。ただ私がなんかこう長い文章でもわざわざこう遡って読む人いるでしょ、たまに。そういう人はなんか私の考え方ちゃんと理解してくれてるんだろうなって思ってコミュニケーションを取ってる。後の人たちはリアクションマンだと思ってるぶっちゃけ言うとね、ぶっちゃけ言うと、うん、同意しといて、分かってないだろうからっていう一回飲み込めって、うん、バカなんだから分かんねえだろっつって言う思ってる、うん、だからこう私の言ってることを理解してくれる人は多分フィーリングが合うって思うんだろうなって。で、まあ、言葉とら足らずだった、私は十分伝えてるつもりでも言葉足らずな時があるから、それでもちゃんと、あ、分かるよってちゃんと理解してくれてる人がやっぱ頭いいなって思いますね。なんか、あ、これ分かってくれんだっていう。でも、あ、確かに分かるよと、分かる分かるはさ全然違うじゃんでも、分かる分かるそれなっていう人たちがここにはいっぱいいるだからもういいや、リアクションしといてって思いながら喋ってる。うん、そういう人たちとは多分応援してもらうっていう立場にいるぐらいだったらいいけど、友達になったり深い関係になるみたいなのは無理だと思う。私はそういう人を周りに置かないから、うん、バカにしてるわけじゃないんですよ、私とは合わないって言ってるだけ頭悪いなとは思ってるかもしれないけどバカにしてるわけじゃないです。それでもそういう人たちだと、私のこと応援したいと思って見てくれてる人たちですからね。うん、その他大勢に過ぎないということですねうん、でもそういうコメントに救われる時もある。え、あるある。だから無限にはできないめちゃくちゃ救われてる時もある。なんか今は同意だけしてほしいみたいな時に、そうだよね、リカちゃんが言うならそうだよって言ってくれてるおバカな人たちは可愛いなと思って見てるよ、ははyou
そうだね、ありがとう、みんなやったな、こういうコメントのことを言うんですよ。インスタ初見です。あ、流れてた、もういいや。よくわかんないこと書いてた気がするから。にぎやかしなら任せて。頼んだよ、プロリアクションマン目指します、頑張ってください。最強の反響版目指すか。そうしてくださるとありがたいです。本当はそんなこと有効じゃないんだろう。ほらもう意味わかんないこと言ってくる人。イエスマンはいらない、カップリング曲できそう。イエスマンしかいらないよ私。他人の感情なんてどうでもいいんだもん。一回最悪なこと言って、最悪なこと言ってる。私がめちゃくちゃ考えてることよりも劣るでしょそれはって思っちゃうわけ。うん、その日のメンタルに合わせてにぎやかしと考察分けれる人は思ってる。あ、そうそう、確かにそれね、そうだね、確かに。うん、あ、今リカちゃんはこういうの求めてるんだろうなって、欲しい時に欲しいコメントできる人はやっぱり、中井理香変に頭いいからな。変にって何？頭は悪いでしょ私は。だけど感覚がすごい。なんかさ、人がさ私に向ける感情とかがもう分かるのよ、怖いくらいに。だからもう人と会うと疲れちゃうんですけど、なんか言葉をさ、日本人は特にそうかもしれないけどさ、奥にさ真意がある時があるじゃん。わかる。それがさ怖くてさ、だから人が言ってる言葉の意味をすごい考えちゃって疲れちゃうの。なんか 100% で受け取りすぎるというか、そう、なんかその言葉だけ、別になんか褒められた言葉だったとしても、なんか私が例えばその人のことを本当に素敵な人だと思って褒めたとするじゃないですか。〇〇さんって本当に綺麗ですよねって言った時にさ、向こうからさ、ああリカちゃんってすごい気使える子でしょうってさ、こう褒め返された時にさ、なんかあれ私なんか良くないこと言ったかなみたいな、そういうのがぐるぐるしちゃうわけ。私は普通にそう思ったから言っただけなんだけど、思ったことしか言わないから。だけどなんか変な風に取られちゃったかなって思ってすごくぐるぐるする。なんかもしかしたらね、寝不足でむくんでて今それ言われても嬉しくないタイミングだったのかもか。
すごい考えちゃうわけ。想像力がすもうけたたましくこう脳が動いてるからってだからなんかすごいのよ。なんかもうそういうの一つでもえなんかすいませんってなっちゃう。私が嫌いなのはその会話を旗で聞いててなんか気を使えない人。うん、私が好きなのは私が最初に褒めた肌綺麗ですねとかって言った人をがいなくなった時に旗からその会話を見ててなんかあったのかねあの人って言ってくれたらこの人すごい分かってくれるって思う意味わかる。だって絶対そこには違う意味が込められてるから。リカちゃんってすごく気が使い、もしかしたら褒め返してくれただけって捉える人もいるかもしれないけど私にとってそれはなんかあ今タイミングじゃなかったかなもしかしてって思っちゃうわけ。でも本当にそう思ってることしか言わないから私はなんか会話って難しいなって。思いますね。そうだからなんか人と会った後とかめっちゃ寝ちゃうの。仕事とかでも気を使いまくった後とかってめちゃくちゃ疲れる。もう半日寝ててもいいぐらい。なんか美容院とかネイルとかさ行くだけでもさってなるわけ多分めちゃくちゃお客様だから褒めてくれるでしょすごく。だしなんかこう髪の毛されてる時とかネイルされて動けないから会話するしかないわけ。ネイルとかって携帯もいじれないしねってなった時にやっぱりこう2時間ぐらい下手したら3時間弱ぐらいその場にいなくちゃいけなくて話さなきゃいけないわけじゃないですか。そうもうだから出た瞬間にふぅってなるすごいだからね精神力が使うのでもう精神力を使うのでもうね一日にまとめてこの日はメンテナンス決めないと。普通はさ可愛くなるから嬉しいと思うのだけどなんか行くまではすごい憂鬱。行って可愛くなった後ははい行けてよかったってなるけどはぁってなる。もうなんかできればほっといてほしい褒めたりしなくていい私のことなんて。なんかもうやることだけやってほしい仕事に全うしてほしい。もう仕事だけをこう見てってほしい。うん。私あとあれもすごい嫌です。すっごい考えちゃう。なんかその時点でその人のこと嫌いになるんだけど私がさ私はねすごい人の間違いを指摘するんですだけどなんかささすがに私も鬼じゃないのであこの人多分意図して間違えなんかそのなんて言うんだろう頭が悪くて間違えてるわけじゃなくて多分なんかなんだろう間違って覚えちゃっ
ってるんだなとか、そう分かる時あるんですよ。私は分かるんですけど、なんかそういう人に対しては指摘しないんですよ。あ、この人はそうやって育ってきたんだなみたいな、間違えて覚えちゃってるんだろうなみたいな、これは感覚的なものなので分かんないと思うんですけど、だから私もそのそれができない人が嫌いなんです。私が例えば間違った風に読んじゃったり、なんか知らないこと、知らない知識をすごいこう急にコメントとかバンって書かれたりとかすると、めちゃくちゃイライラしてその人のことめっちゃ嫌いになる俺の方が知ってるみたいなさ。例えばさ、私がさ四字熟語とか喋った時にさ、なんか自分の知ってる四字熟語をさひきらかすようにわーって書いてくる人いるじゃん。そういう人嫌いなの。私の間違いをすぐ訂正してくる人とか、すごい嫌。その時点で、あ、この人とは合わないなって思っちゃう。うん、っていうことをここで言ってもやっぱね、分かんない人がいるからね。あ、自分のことだなってそういう人は本当に嫌い。そう、指摘した人、なんか別にさ悪意があってそう間違えて、人の名前間違えるとかはダメだよ。だけどなんか知識をひけらかすみたいな感じでこうやってくる人はすごい嫌。うん、言い方あるじゃん、なんとかじゃないかな、リカちゃんこうじゃないかなとかだったらわかるよ。なんとかって書かれて戻ってきた、あ、そっか、そっちだよねってなるそうだよね。その時点で合わないなって思っちゃう。単語だけで書いてくる人、まあでもリアクションマンに多いので気にしてないんですけど、自分のことって分かってないもんね。言い方によってか、そう、言い方によってむちゃくちゃ変わる。あとはなんかあれもやだ、自分の俺はこうなんだよねって言ってくる人俺ってさこういうところがあってさみたいな、女子のそれは可愛く聞けるのよ、なんかうんうんそうだよねって。だけど男の人のそれめっちゃ嫌い。私俺はこういう人間なんだよね、だからこうなんですよね。はい、ありがとうございましたいるんですよ、 DM だよ。なんか俺はこうこうこうだからこう思ってる、最近はこういうのが好き、聞いてねえけどなだからって思っちゃう。わかるわかる、なんか職業的に表に出る人とかそういう人がこう言ってるならわかるよ。私とかもそうだけど、配信環境を良くするために言ったりとか、私はこういうのが嫌だとかは言うけど、私もね、だし多分応援してる人ってさ、応援してる人がいる人ってさ、応援してる
人たちにさ自分のことちゃんと伝えたいなって思うじゃん。だそれだったらいいけど、別に表にも立ってないやつがなんかえなんかだよ、もうほんとお手本のような文章がたまに届く時があって、そう私はなんかあのみんなのこと知りたいかな、日記みたいにして送ってねって言ってるの。だから別にその今日何々したよ、今日はこんなことがあったよ、今日公園に行って楽しかったよとかそういうのくれって言ってるから、そういうのはいいの。じゃなくてね、俺ってこうでこうでこういう人間だから、リカのこういうところがこうでこうでこうでみたいな、聞いてねえけど聞いてねえけどフ俺はなんとかだって思ってる、うざうざいでしょ、いるんだよ本当にフフフフ、さ私に関連することだったよ、今日はリカちゃんのなんとかに行ってすごく楽しかったとか、今日はリカちゃんが前に行ってたカフェに行ってみたんだけどこれとこれとこれが美味しくてとかだったらわかるよ、私だって気持ち共有できるから。なんだけどさ、自分の気持ちをこう一方的にぶつけてくる人がすごい嫌自分の価値観を一方的に言ってくるのはああなるよね、わかる、そうなの、ついでに落ちなしのパターン、わかるわかる、表に出てる人ならいいよ、すごくなんかあこういう人なんだな、その人がさ嫌なことはしたくないじゃん、私もすごい言ったりするけど、私にしたってなんかすごい自分語りしてごめんねとか言ったりするじゃん、違うそうじゃない、なんかさもうわかるわかるじゃん、わかる、わかってくれるなんか知らん知らん知らん、なんか僕はなんとかのマンションに住んでてすごいお金を持ってるんだみたいな聞いてねえよとか別に全然なんかなんかお気持ち表明してくる人いるじゃん、たまに、マンションの、そうなんか何十何階建てのどこどこに住んでて知らねえけど知らんわすぎるとかなんかお気持ち表明いらんがな、俺はあの時なんとかって思ってたからこうだと思う、そうですかあ、才ですかってちょっとあれは、俺は最近なんとかは見てなかったんだけどリカの影響で見てみようかと思うこの笑顔で全てを察してほしいんだけどはい、お話し会でもいるからそういう人、そういう人に限ってなんか理科呼びだったりするんだよね理科はどうちょっとわかんない、聞いてなかった、なんてうん、何が、うん、そっか、へえもう私これが精一杯なのよ、神戸売れないからああ、さいですか、つってうん、そっか、へえ、あーすごいね、うんうん、何の話だっけあ、そっかそっかってこういう感じで喋ってる、コミュニケーションって難しいよね、
絶対 LINE のアイコン自撮りやんその人そうだね、自撮りか、まあなんかその何かこう趣味のものに囲まれた自分みたいな、推しと撮ったツーショットみたいな、はあバイクの写真は別に良くない。私別にそれは趣味なんだなって思うけど、そこに自分が写ってたらちょっとやだね。傾向があるわけ、あるある、めちゃくちゃある。双方向な貴重なお話し会で自分の話だけってもったいないです。そう、私が聞いたらいいんだよ。私が何々なのとか、今どこにいるの、何してんのとか、これまで何してたのとか聞いてるんだったらいいよ。なんか自ら語ってくる人いるじゃん、たまに今日はなんとかだったからみたいなはい、お忙しい中来ていただいてありがとうございます なんか今日はお仕事なのって聞いて、なんか、あ、今日夜勤でなんとかなんだよね、ありがとう来てくれてとかだったら普通な会話じゃん。今日俺は夜勤だったからすごい眠くて、でも会いたくて来たみたいなありがとう、忙しいのになんかごめんねっていうやつね。うん、そういう人ってもうは、あ、始まったなと思った。私はずっとこうやってフリーズしてる。うんうん、へえ、そっか、うん、ははしてバレないようにこの辺でこうやって携帯して、うん、そっか、すごいねもう分かんない、だってさ言ってること分かんないんだもん私ねえインスタどれぐらいいいねついたかな私はさ、だってさ自分のことで精一杯なわけ、割とそう、人のことまでこうなんかわーってなだれ込んでくる情報にこうなんかうんうんって、私が聞いてるんだったらいいよ、一生懸命会話しようと してるわけだし、私だってうん、もしかしたら喋ること持ってきてないのかなって思ったらさ、なあのさみたいな、何してたのとかって聞いて、それだったらいいよ、これから仕事行くのとか、今日仕事なんだけどさみたいな、わかるこの違いなんかこう本能で合わないと思っちゃう。リカちゃんがフリーズしてても満足、そうでしょ、だからもうあの相槌だけしっかりやってますよ。うん、なんか話したいこと用意してくれてるのはいいけどさ、なんか理科に関することだったり、この間のなんとか言ってすごい楽しかったよとか、お話し会ってさそういうところじゃん。うちは作ったんだよとか、そしたら私だってありがとうって反応できるしさ、なんかなんかあとね、してもらえることが当たり前って思ってるやつが無理。俺の DM 見たとか
リプにも何も反応ねえしみたいなとか、うわー偉そうって思っちゃうえ、DM 見てないのみたいな私だって忙しいんだよねでもさ、なんか私が DM 見てても見てない前提でさ、もう一回同じ話してくれる人とかもいるのね。そういう人ってやっぱ配慮ができるなって思う。毎度思うんですけれど、そんな方がいらっしゃるんです。いるんだって、いるのよいるの、いるの、本当にいるの。嫌になっちゃうよねなんか私がさ、なんかファンに困れってなんか全部言うのも違うけど、なんかなんだろう、私は人と関わってると思ってやっぱり喋ってて、なんか向こうはだから、そのスタンスの話をまたすると、応援してやってるっていう感じで来られるとちょっと違うんだよね。確かにお金出してくれてるかもしれない、時間割いてくれてるかもしれない、だけどなんかそのなんだろう、私もそのまあお仕事としてやってるかもしれないけど、私は人と喋ってると思って喋ってるから、なんか私のことを応援してるなら少しぐらい気持ちを汲んでくれてもいいんじゃないかなって思うわけです。え、 DM に書いたんだけど見てないよねみたいな、なんか見てもらえることが当たり前と思わないでほしいというか、私だって他にやることたくさんあるし、見てるよ、すごい見てる方だと思う、だけどなんかそれを責められるのは違くないってそう、モバメンの返信にしたってそうだし、一体じゃあ何十何百と DM、 そうだし、私はなんか対ファンの皆さんじゃん、これだってそうだしDM もそうだし、まあそのお話し会だってそうなの。あなたの何秒後かには違う人が来るの、だから平等に接しようと思ったらあなたの DM だけ注視して見ることはできないのって。思うんです。でもちゃんとしたアイドルは多分なんか、あ、見てなくてごめんねって言える子なんだと思う私向いてないからアイドル多分。いや、見てなくてごめんね、今度見とくねって言える子がアイドルなんだと思う。きちんと来てもニコニコしせるのがアイドルなんだと思う。でもそういう子が好きな、そういう子をしたらいい。私はあのカチンと来たらはって言っちゃうからそれって今後がその子、そのようなことがないようにだし、そんなやつに微笑みかける暇はないから、自分の時間がもったいないから、そんなやつに咲きたくないし、でも今後また同じことがあったらそれはまた私の二度手間になるから、その時に釘を刺すっていうのはあるけど、
でも本当にね、いるんですよ。やばくないですか。やめてくださいあれ。リカ、なんとか誰何様。いいよ別にリカって呼んでも、仲居じゃなければ理科、なんとかなんとかなんとかだよね。いやだからマンボ辞して言わせてもらうと、身の程をわきまえろ。何百人といる中の一人、あなたはそういうこと。そういう方は法的に対応する。そうなの、なんかアンチしてるわけじゃないから、私の気分は確実に害してるけど、別に応援しようと思ってくれてる気持ちに変わりはないから、私も無下にはできなくて、なんかもうほもうってやるしかできない。もはやお話し会とかで1対1になってしまった時にはでやるしかできないし、ショールームだったら無視できるけど、言葉を慎みたい。君は今リカさん私の側近やらない。すごく守ってくれそうね。もう微笑むしか、苦笑い、作り笑顔、嫌いな曲でやる笑顔。この曲好きじゃないなって思いながらやる時の笑顔。この曲めちゃくちゃ、いやもう早く疲れたな、終わんないかなっていう時のこういう笑顔。だ大抵なんか「うんそっか、うん、それで？うん、へえすごいね、でもさなんとかじゃない？」って言いながらこうやって携帯いじってる。「うんそっか、へえ」っつって。それいいね、確かに。それいいね確かに、つって。無限にはできないんです、なんか俺の DM 読んでねえじゃんみたいな、まあ、言ってくる人に限ってね、すごい枚数出してたりしますから。長えなと喋って。ありがたいんですけどね、多分応援したい気持ちはすごくあるんでしょうけど、だからなんか聞いてほしいんだろうなって思いながら、ただなんか好きにはなれない。そしてそういう人に限ってガチ恋だったりするんですけど、無理だよーって。なんか多分ガチ恋だからなんかあれなのかな、その自分のことも好きでいてくれて当たり前みたいに思ってんのかな、どうなんだろうね。なんか難しいね。
なんかでもさ、なんかガチ恋だけどつつましやかに押してくれてる人もいるじゃん。なんかそういう思考してそうだよね。うん、なんかその私に対する評価として DM 読んでくれて嬉しかったは、まあ、そうじゃん、わかるの。すごく DM 読んでくれてたみたいですごい嬉しかった、リカちゃんのことを押そうかな、これすごくわかる。俺の DM 読んでないからあいつは押すに値しないは意味がわからない意味がわからない。別に押してもらわなくていいんですけど、そんなやつにはこの違い分かりますか？読んでくれてたから嬉しいは分かる。読んでないのもあるかもしれないし、目に入らないその何のもあるかもしれない中、自分のを読んでくれて嬉しいっていう評価はわかる。リカちゃん DM 読んでくれてたから遅っかな、これもわかる。俺の DM を読んでないのはなんでなんだみたいなのはわからない理解の範疇を超える、なんか無理無理。リカちゃんは僕のツイッター読んでてさすがですね、わかるわかる、これわかるね。俺のツイートにもいいねしないし、わからないわからない。私の日常のこと、そう、それぐらいはいいの。だから私は日記を送ってくれって言ってんのよ。私に宛ての DM は自分の日記だと思っていいかな。なんか今日何時何分何をしたよとか、今日は何とかしてる時にリカちゃんのことを考えててすごい頑張れましたとか、ありがとうってなる。そういうのは本当にありがたいなって思うけど、なんかこの違いをどうか分かってほしい。なんかだから私とかが勘違いさせちゃったのかな。初見できた時に優しくしすぎたとかさ、なんか枚数出してくれた時にさ、なんかありがとうみたいな、ちょっとやりすぎたかな、自分の反省もする、挙句の果てにはやべえこいつ調子乗ってるわって、私のせいだなそれはって。でもさ、今からあなたは一ファンに過ぎないですってさ、改めて言うのもちょっとなんか違うじゃんちょっとなんか違うじゃん。私の前にみんな平等とはよく言うよ、私はねだけどその人一人に対してあなたはただ私のファンだけなので別に特別な感情はないですって改めて言うのはちょっと違うじゃんそれでブチ切れられても私はさ、わかんないし、なんかでもさ、一回調子乗らせちゃうともう調子乗っちゃうんだなってことはすごくね、身に染みて分かりました。うん、その気にさせてしまった私が悪いな、罪な女って思うことにしたなんか人の過ちにしたらすごい腹立ってくるけど、自分が悪いって思ったらなんか自分の中で解決できる気がして、
うん、私のせいだ、私がこうしたんだって思いながら、そっか、へえ、すごいね、うん、そうだねもうでもそれで満足してくれてるんだったらいっかみたいなリカは俺のこと好きじゃないのみたいな言われる、マジでいるんだよ。もうあと10秒で終わるけど俺に言いたいことないの？あ、好きだよ、ありがとう マジこんな感じまとめてくれるから何とも言い難い。ちゃんと言ってあげるの、えらいよね。俺に言うことないのみたいな。俺は好きって言ったから、うん、好きだよ、ありがとう、そうだね、うん、ありがとうもう思考停止してるからこれぞ脊髄みたいなリアクションしか取ってないもういい、こいつ何言っても分かってくれねえと思ってるから、うん、そうだね、うん、ありがとう、うん、でもなんかお金払ってもらってる手前、うん、そうだね、うん、好きだよ、ありがとう、うん、うん、じゃあね、また来てね、バイバーイもう無です。私あのこれやってる時に座禅組んでても叩かれない自信あるぐらい虚無思考してない、マジ無何の感情も乗せてない好きをねばらまいてるリカもじゃなくて好きで返す感じずるい女やなって思ったの確かにリカも好きだよとは言わないね、うん、好きだよ、ありがとう、うん、ありがとう、バイバイ、またねへえ、すごいね、また来てねって言っちゃう、だってそういう人ほど積むからさまあこっちだって商売なんでありがとう、うん、そうだね、ありがとう、バイバイ、またね、バイバイもうそういう人は仕事と思ってやるから、逆に好きな子に関してはそんなに積まなくていいから、マジで何考えてんのって言うから、私もっと自分美味しいもの食べなって言うからまた来てねってあんま言わないから好きな子に関してはね、何してんのマジで、積みすぎねって言うから。実際に言われたことある人も、言ってんの聞いたことある人もいると思いますよ。私これ好きな人には本当に言うから、ねえ何してんの、よく聞くでしょだから、もうこんないいから美味しいもの食べてきてっていう、私はその人は人と人として喋ってるから、ただもうその私が嫌いな人が来た時は商売モード入るから、うん、そうだね、ありがとう、そうだね、うん、うん、そっかそっか、へえ、すごいねー一枚で美味しい人は美味しいの、それか、そうです、私は人間性で人を見てるので、商売モードですじゃないってやってられないから、こっちだって心殺しておかないと、一対一でそんなの真に受けてたら私もうそれこそ寝込むわHSP だもん、無理だよ、そんなの一個一個受けてて、私も好きって言わなきゃいけない、なんとかって言わなきゃいけない、この人のこと好きなふりしなきゃいけない、もう無理だよ、だからもう商売モードに突入する、脳のスイッチを切る私はアイドルなんとかですよね、うん、そっかそっか、すごいね、ありがとう、また来てねこれが
アイドルの裏側です。でも全部言うから信用できるでしょ。でも本当に来てくれて嬉しい人に、え、マジでありがとうね、本当にありがとうってちゃんと言うから。切り替えるんじゃなくて切るのくさ。うんって添えるから、もう電源全落とし。うん、名前見た瞬間に、うん、あ、明日だ、うん、ありがとう。え、どうしたの？え、すごいね。え、そっかそっかみたいな。逆にだから声高い人の方が電源切ってるかも。マジで仲いい人とかこれぐらいのトーンで喋ったりする。そう、後ろのやつ何とか言って。壁に、ま、新しいやつまたかかってない、いいね、部屋どんどん進化するじゃんみたいな、これぐらいのテンションで喋ってるから。友達キラキラスマイル、そうだよ、キラキラスマイル見れるのはでもオルバーっていう人しか見れないかもしれない。でもそれは偽の笑顔だから。でもやっぱ喋ってて楽しい人ってさ、すごいさ、笑ってくれる人かもしれない。なんか私の言ったこととかに対して笑ってくれる人ってすごい満たさ、私が満たされる。なんかその人が何か言ってなんとかじゃんって突っ込んだことに対してすごく笑ってくれたりとかすると満たされますね、めちゃくちゃ。あ、笑ってくれてるって思うから。ただこちら側がそういう努力をしない人たちっていうのが電源切る人たちです。気をつけてください、そういう人。私の気持ち考えて押してないよねって思っちゃう。偉そうに喋んのやめてって言うかも、私。本当に無理だったら、直してくれそうな人だなって思ったら偉そうに喋んのやめてって言うかも。なんでそんな上からなのって。うん、そうだよ。ビスコさんとかさ、ショールームで一言も発しないけどいつもニコニコだからね。リカちゃん知ってた？すっごいいい人なんだよ、マジで大好き。いつもニコニコしながら私に話しかけてくれる。会いたいわ。でもお話し会オンラインでしかまだ会ったことない。あ、一回だけ来てくれたかな。ありがとうございます。無口なんだよね、ショールームでね。聞いてるだけでいい人だよね、多分ね、ビスコさんは。でもすごいニコニコしながらお話ししてくれるの私はすごく好きなんです。いい人、めっちゃいい人、瞬間的に分かるの。え、でもさ、分からない？私分かるんだけど、あ、この人はめっちゃいい人だなとか、この人は独りよがりな話しかしない人だなとか。うん、あ、でもね、ニッコニコの人はすごいいい人だなって思うけど、ニヤニヤしてる人は私のこと好きなんだなと。それはそれですごい好きだよ。あ、ニヤついてるって。私がさ、来んの遅えだろとか言って切れてても、なんか
ニヤニヤしてんなって思う人はそれはそれで可愛いなと思って見てるよ。うん、ニヤニヤとニコニコは違うからね。ビスコさんとかシューウィズさんとかはこうやってニコニコしながら、まるで縁側お茶でも飲むみたいなみたいな感じでこうなんかニコニコしながら喋ってくれる。すごい嬉しいし、なんかその私とこう話せるのもやっぱり当たり前だと思ってないから、こんなに嬉しいって思ってくれてるんだろうなと思って、そうポカポカする。そうあのチッチとかもすごいニヤニヤヤッホーこれニヤニヤって言うんだよってリカちゃんヤッホー可愛いけどね隠しきれてないから、おめえ全然現場来ねえじゃねえかごめんって言いながらニヤニヤして可愛いなって思いますけどね、うん、隠しきれないのよな。私今怒ってんだけどって思うぐらいニヤニヤしてる。怒られてもニヤニヤするのか。あと正座して私の話聞いてるパターン、リカちゃんごめんなさい来るの遅くなって、誠実パターンね、うん、こういう人たちを私は大事にしたい。笑って私の話を聞いてくれる優しい人たち、電源切る人たちはやっぱ商売相手としか見てないからうん、また来てねー貴婦人のお手振りじゃあねはあ、やっと終わったビジネスパートナーですから、そういう人たちはご投資ありがとうございます。前歯出ちゃう、前歯出て眼鏡かけちゃうって栄養の顔になっちゃうそういうイメージない？なんかあのセールスマンイメージド偏見で草こういう人、歯見せて笑うじゃん、ああいう人たちって。こちらの商品なんですけれども決して唇を下ろさないイメージなんです、私の中で、うん、スネ夫みたいな。そういう感じになっちゃう、電源落とすとそうなんだ、ありがとう、うん、そうかどうかすごいね、うん、好きだよ、ありがとう、うん、そうなの、そっか、また来てね、バイバーイミッキーか私はって自分で言ってるまた来てね、バイバーイハビネス、はぁ、
そういう気持ち。人通りはね、ミッキーか私は。画面切り替わる瞬間に。次の日仲いい、次の人が仲いい人とか、ヤッホー別人あれ別人。声が画面切り替わるし3秒ぐらいあるのよ。次の人誰々です、3、2、1、誰誰みたいになる。だからなんていうかね、あ、バイバイ、じゃあねー、ミッキーか私は。あ、やっほーうん、こんな感じいつも。密着とかしたらすごい、え、もうすごいからやめた方がいい信じられなくなるアイドルを素の時と作ってって、その電源落としてる時があまりにも違いすぎて。うん、無理だよ。みんな逆に信用できるかもしれないけど、一周回って話してる内容も聞こえてたらね、あ、リカちゃんこういう人にはやっぱ電源切るんだな逆に見てみたい。でもさ、私考えたことがあるんですよ。お話し会じゃないけど、まだ握手会やってた時になんか握手会を配信したりするのって面白そうだなって。でもさ、出ていい人と悪い人がいるから、多分この表にね。だからそのあんまりさ、何、そういうことはできないけど、でもなんかボイチェンとか、その相手の方の声をボイチェンとかで変えて顔映らないようにして、私だけにカメラ向けておけば配信とかできないかなって。楽しそうじゃない、見てるの。ね、オンラインでお話しかんじゃ TikTok に、うん、でもさ、オンラインな、4トンってさ載ってるよね。なんか K-POP のお話し会みたいなやつがあるんですけど、そういうの TikTok に載ってたりする。それ4トンって言うんですけど、STU あるよ。え、画面録画するってこと？どうやってやるんだろうね。そう、後から自分と喋ってるの見れるんだけど、 TikTok ではなんかその自分で動画を多分編集して、自分の顔見えないようにしてボイチェンかけたりしてる人とかいる。なんかなんとかちゃんがこういうこと言ってくれましたみたいな、そういうの見ててさ、なんかあ、こういうのもあるんだと思って見てたけど、でもさ、もう二人だけの秘密のこととかも話したいなとか思ったりするじゃん。なんか例えばまだその誰かにうちはパクられたくないけど、リカちゃんにだけ先見せるねとかさ、なんかそういうことをさ、やっぱ女の子とかってさ、そういうデザインとかすごい気にしてくれたりするから、2人だけの会話とかも
できるじゃん、お話し会って。それがいいところだなと思うけど、そういうのを載せてもっとこの推しメンの良さを広めたいみたいな人もいるんだろうね。まるまるちゃんってこんなに優しいんですみたいな、なんかあのさくらさんのやつとかも載ってて、なんかさくちゃんが覚えてくれてたみたいな感じで載せてる人とかいて、うわこんなみんなに見られるの恥ずかしいなって私が恥ずかしいなって思った。こんな感じなのか、楽しそうみたいな効果もあるのか。うん、でもさ昔やってたの、なんか握手会の疑似握手会映像みたいなやつさ、特典でついてたりしなかった？やっほーみたいな感じでカメラがこう来て、まるまるさん来てくれてありがとうみたいなやつあったよね。え、あったよね。めっちゃ懐かしい。今めっちゃ記憶がバコーンって爆発した爆発して脳内に飛び散ったえ、あったよね、アルバム特典。あ、そうだ、それだ。0と1の間のね、夏いって、もうそれのあれが夏いもん、それのあれ私アルバム一応 AKB さんのアルバム一応ジャケットとかに載ってたりした時あるんですけど、知ってますか、知ってますか、一応ね、一応一回ぐらいだけだけど、なんだっけあれ、何のやつだっけ、あ、何のやつだっけ、紫色のやつ、薄紫色の、なんて名前か忘れちゃった、靴ひもを結べるかの曲入ってるやつ、青臭いロックの負けたサムネイルです、それです、サムネイル、サムネイル載ってました。私実は、実は私がその分社化する前に参加してたやつって0と1の間とサムネイルだっけ、だっけ、あれなんかもう一個あった気がする、あれ、あ、なんだっけ、ロドスはそのもっと前、私まだいないです。金魚さんってその時からオタクしてるんですか、誰から支援して私に来たんですか、あ、浮気か、あと僕たちはあの日みたいなやつ、夜明けを知っている、はいはい、あ、じゃあさ2個2個乗ってるわ必死2個あれに乗ってるわ、ジャケットに、そうだ、めっちゃ思い出した、すごくない、そう考えて、
AKB バブル末期末期やめすごい人なのよ、一応すごい人なんですよね。紅白も3回ぐらい出てるんで、一応なんかあの紅白とかも3回ぐらい出させていただいてあなんかはいなんかあはいなんか様子とかもなんか一応出たりとかもしてないとかしたんですけどあ楽しかったな人生楽しかったな人生、人生は紙飛行機願い乗せて、得点は大選抜様扱いの抽選だったから全然当たらんかったの思い出してる。いやそうだね、わかる、なんか意味もなく選抜楽屋に放り込まれて怯えてたもん私。すごい人がたくさんいるあの願い事の持ち腐れとか、ティーチャーティーチャーかって選挙前シングルじゃないですか、選挙前シングルってあれなんですよ、その曲の選抜メンバーが選抜楽屋にいて、あとはグループごとに楽屋があったり机が割り振られてたりするんですけど、なんかどっちの時も私はねマジで友達いないのに選抜学園に放り込まれて、なんか中井さんの机ないですみたいな、 NGT のとこ行ったらねえみたいな、中井さん選抜なんで選抜の方行ってくださいって言われて、待って居場所がない待ってみたいな、別にいいじゃん、別に NGT なんだから NGT に行ったっていいじゃんって思ってさ、そんなさ選挙前で心細い時にさ、なんで私がさ、なんかそれでまた角が立ってメンバーからさ、あいつなんか選抜だからってなんとかなんとかって言われるんだよって思って、めっちゃ嫌な気持ちしたの覚えてるめっちゃ嫌な気持ちだったの覚えてる。席ないから選抜学園行ってって言われて、え、じゃあマネージャーさんとか誰かついてきてくれるんですかみたいな、選抜の学園にマネージャーいるからみたいな、はい怖いでしょ、しかもさ選抜に限ってピリついてるじゃんこんな雑魚めがこんなとこにいていいですかってすいません、ランキングに入ってるかどうかもわからない、ザコメがこんなところにいてってっ怖かった、あれ、ピリピリしていた全ての人たちが。まあ名古屋ドームはそれどころじゃなかったんで別にいいんですけどやばいもう終わるじゃん、やばいランキング7位元木さん、6位ゴーちゃん、5位がもめさん、4位がリュウジさん、3位がホッカーさん、2位が堀木さん、1位がビスコさんですよ、おめでとう、ありがとうございましたバイバーいろいろあったよね、そんな時だってあるさ、おやすみそんな時だってあるさおやすみ危なかった。